こんにちは、速稼塾の久保です。いやー、今ね、ネットフリックスで明日のジョーがまたね、放送されていましたんで、一気に見ちゃいました。で、やっぱりここでね、決着をつけておきたいことが2つほどあるんですよ。1つはなんといっても、矢吹ジョー、最後にね、真っ白な灰になって、補正面動作と戦った後にね、リングのコーナーで、座りっぱなしでエンディングを迎えるんですけども、これね、ジョーが死んでしまったみたいな演出がなされているんですけども、実際はどうなのかなってことなんですよ。これ結果的に申し上げますとね、これ生きてるんですけども、じゃあ生きてるんだったらその後どういう風になってるのか、そして生きてるとか死んでるとか、これは誰がそれをね、言ってるのか、いわゆる証明してるのか、担保してるのかってことなんですよ。そしてもう一つがですね、矢吹翔って何歳なんだろうなってことなんですよ。ここにも、まあね、ドラマをずっと見てたら一定の結論が出たんですよ。うん、多分これで間違いないだろうなってことでございます。年齢に関しましてはいろんな説があったんで、何とも言えないところと、あとはね、少年院に入った頃が15歳だったのかなっていうこととか、あと成長期にあるとかね、あと白木陽子さんとの年齢のバランスとかって考えると、まあ大体わかるところあるんですけども、今回ね、正確にぴったり誕生日が分かったよってことはないです。もともと明日のジョーってみなし子なんで、誕生日が分かんないまんま物語が始まってるんですよね。でも大体何歳か何歳なんだろうなみたいなところまで絞れましたんで、その辺をちょっとね、お話していこうと思います。さあ、それではですね、まず最初に明日のジョーをね、有名なラストシーンですけども、こういう風な感じで、リングでね、最後を迎えてるわけですよね。真っ白な灰になって倒れているということでございます。で、ここではですね、ファンの間で死んだとかね、死んでないっていう議論があったんですけども、医学的な見地からですね、証明してくださる方が出てきました。それがこのページになりますけども、どうだったかな、なんせね、明日のジョーが死んだのかどうだとかってことを、死亡学、死体学、あの辺から医学的に証明するに、もう簡単なんですよ。今回、お話してくださったのが、まあ、専門家の方なんですけど、まあ、よくね、解剖学の権威として出ていらっしゃる方なんですけど、法医学者が鑑定と書いてますね。法医学者のなんて方かちょっとね、忘れたんですけども、この方です。この方ね、よくテレビで見ますね。宇宙人の死体を解剖した時も、なんか一言コメントを入れてくださったんですけども、あと、上野正彦さんですか。で、この方、死んでいたら、体勢を保つことができない。要するに、全身の筋肉が弛緩してしまって、だらーんと、座っている体勢すら持てないということなんで、いや、これはね、生きているんですよってことを言われてました。で、いろんなね、死んでしまうと、要するに、いろんなところが漏れちゃうんで、肛門とかも漏れちゃうんで、瞳孔も開いちゃうよってこともあってね、なるほどな、ということでございます。で、表情も安らかですよね。なるほどね。まあ、結論言いますと、ジョーは生きていて、死んでいるんだったらコーナーで、あえて座った状態で保つことができないから、多分ね、深い、あそこで、緊張が切れて、まあ、ドクター・キニスキーも言われてたんですけども、なんかね、目的意識を持ったりとか、たぎり狂うような精神が高ぶってる時っていうのは、パンチドランカー症状は、まるでなかったかのように、現れないそうなんですよ。ただその緊張が終わった時っていうのは、それ以上に、もう反動が来てですね、深いパンチドランカー症状に襲われるってことなんで、多分このラストシーンは、パンチドランカー症状がドカッと来てですね、もう、なんか自分のこともわかんないし、試合が終わったこともわかんない、もう記憶を失う上のね、そんな無遊病のような状態だったんで、結構周りの人が動揺してるんじゃないかなってことです。まあ、ジョーはこの後帰って、原作のね、千葉哲也さんがラストシーンを書かれているんですよ。で、ここでですね、幻のラストシーン、こんな感じであるんですよ。これはどういうところかっていうと、試合が終わった後、何日か何年か分かりませんけども、白木陽子さんを、中心とするね、白木財閥っていうのが物語に出てくるんですけども、その白木財閥が用意した保養所か療養所みたいなところで余生を静かに送るジョーの姿がそこにあるってことですよね。ここに書いてましたね。幻のラストシーンともいえる白木邸で静かに余生を送るジョーとそれを見守る陽子の姿は民放バラエティ番組において千葉の直筆色紙で紹介されているということなんで、もうこれがラストシーンのもうね、間違いない確定版だということでございます。で、千葉哲也先生直筆の幻のラストシーンというのをテレビで先生自ら紹介していました。編集段階での判断で試合終了のページで終わらせていますが、そのラストシーンでは陽子の家で静かに、養生するジョーがありましたと。パンチドランカーの脳障害になったのかなってことですけども、おそらくそうでしょうね。で、一般的にはね、死んだというふうに解釈されている部分が多かったんですけども、やっぱりこういうふうな証明が出てきたりとか、最近ね、漫画に対して専門家の解釈というものも出てきたんで、やっぱりそうではなかったかなということですよね。
でやっぱり原稿もあったんですよね、梶原一騎さんの原稿にもそういうふうに書かれていたということでございます。ここにありますよね。ジョーはパンチドランカーとなっている砲友カーロス・リベラと共に療養所の庭みたいなところで日差しの中2人で笑顔で戯れているシーンで終わっていると。なんともね、言えないところですよね。真っ白に燃え尽きた。そう、もうやることをやり尽くしたんで人生に悔いはないって形で、あとはね、友達とのんびりと余生を過ごしていると。そこにはもう戦いも争いもなく恐怖もなく減量の苦しみもないと。ただ本能のままに生きるジョーがあったということなんでしょうね。まあでもジョーはパンチドランカーになる前から本能のまま生きてるようなね、そんな人間でしたから、それがまさにね、洗練されたのかなと、思いつきたのかなということでございます。そして最後にね、なりますけども、千葉哲也さんが語りたかったのは、真っ白になるまで頑張れば新しい明日が来ると若い人に伝えたかったということなんですよね。いい加減なことするなと、次の何かに頑張るときに必ず生きるものがあるよってことですよね。一つのことをやりきったジョーが灰になり、その灰の中から不死鳥のように新たな人生を蘇らせるという新たなスタートを書いているということでございます。ね、でもう一つなんですけども、ジョー の年齢ですよね。年齢につきましては、金龍飛戦が一つのヒントになるんですよ。金龍飛というね、東洋タイトルをかけて戦ったあの試合で、金龍飛選手っていうのが年齢がね出てるんですよ。その年齢が何歳かなっていうのが、この菅さんという方が出してるんですけども、推定年齢がこの時金龍飛戦で、いろいろとねレポートしてる時に、多分ジョーは19歳の6ヶ月から20歳の3ヶ月なんではないかなってことが分かるんですよね。例えばですね、まずはこの金龍飛に関するビデオレポートが出てきた時、1945年8月2日生まれで金龍飛がいるよってことなんですよね。でこのレポートを書いた瞬間っていうのが、金龍飛36歳ということなんですよ。で36歳ということは、金龍飛の誕生日っていうのが出てきますよね。で、36歳で、ジョーの年齢が19歳から20歳ということなんで、誕生日っていうのが計算できるわけですよね。1945年から8月2日に足すことの36歳で金龍飛の年齢を出すとですね、今1981年の時にジョーは19歳から20歳ということなんで、ジョーの誕生日は1961年か1962年ですよということになります。いいでしょうか。明日のジョー、1961年か、もしくは62年の生まれでございます。こういうふうな計算が成り立ちましたんで、現在がね、2020年ですんで、生きていらっしゃったら、61歳かそこらだということですよね。矢吹ジョー、療養所でね、白木陽子さんの療養所で、カール・スイビラと共に、今、60代を過ごしているということになるのかなと思いますんで、まあ私よりもね、13、4歳年上なのかなっていうところでございます。では、2つのね、私の疑問が解けたところで、今回の動画を終了して、させていただきます。ありがとうございました。